鉄鋼大手の JFE ホールディングスは、最終損益が1900億円の赤字に転落する見通しを示しました。新型コロナウイルスの影響で、今後についても不透明としています。鉄鋼大手の JFE ホールディングスは、米中貿易摩擦などによる世界的な鉄鋼需要の低迷で、今年3月期の業績予想を下方修正し、最終損益が、 130億円の黒字から1900億円の赤字に転落する見通しを示しましたこれに伴い川崎市にある東日本製鉄所の航路1機を2023年度に休止するなど生産能力を削減し経営の合理化を図る考えですただ今後の収益の回復については新型コロナウイルスの感染拡大の影響で不透明になったとしています